なんか日着もね今薄くしたいから頑張って伸ばしてるんだって。そう、私はさ、でもさ長くなったら負けないからさ、あんまり。姉さんのインスタのやつね、なんかみなと電話してて、でなんか私がなんかこの頃のねねさんとかはなさんが好きなんだよねっていう話をねしてたんよ。なんかインスタの話してたのか分かんないけど、私はなんかこの頃のねねさん可愛いと思うんだっていうのを話してたら、そうね、でもあれ多分ねめっちゃ遅い、2時とか3時とか多分そんくらい寝てないんかーいって感じだけど、めっちゃねその日はみんなに電話に付き合わさせられてしまって3時ぐらいまで起きてましたね。そうなんかそうねねさんでなんか今はそんなことないけど、昔はなんか前髪がめっちゃ薄くて、前髪が薄くてなんかちょっと韓国系だったの。そうちょっと昔遡っていただくと分かる通りなんですけど、なんかそうそうそうちょっと前髪薄くて今よりで、なんか結構韓国系で、そう、花さんとかもねそういう時期があったんですよ。なんか前髪薄くてちょっと韓国系の、私なんかそういうあれが好きなのかな、わかんないけどなんかねちょっと韓国系の時期に好きなんですよ。からその話をしてたらいいねしようって言ったらみんなもいいねしてきましたした一緒に。でも普通に姉さんからしたらなんでこんな昔の投稿をいいねするんだってバカにしてるのかと思うのかもしれないけど、私は普通に普通に可愛いなと思ったからやっただけでね、そうじゃないですよって。そしたらさまんまとさその次の日が善悪のリハで、まんまとねバレてましたね。面白い。そしたらまんまとストーリーでさらされました。企みを感じましただって。私は本心でやっただけなんですけどね。でもなんかさねねさんでもさ通知欄開くんだと思ってなんか嬉しい。なんかそこのさ通知欄をさあんま見ない人とかも多分いるのさ、私は結構見ちゃうんだけど、そうそこのあのそこをなんかあのなんか姉さんでも見るんだってそうなんかあんまさ多分見ない人とかもいるからさ、なんか姉さん見なさそうかと勝手に思ってたけど、意外と見てて嬉しかったです謎に。明日の髪型決めたいんです、決めてるんです私。そうそうそう、なんか前髪切ったけどさ薄さのこっちが全くない薄い髪がこう長いからさ切ろう後で。なんか家でさメイクセット、なんか私いつも公園の前とかさなん
なんか前髪のせいと適当にしちゃうの。だからあんま綺麗じゃなくて、ほんとそう、小声の時はそうそう綺麗じゃないから、そのなんか適当にしてもセットがしやすい、なんかね今ねここのね髪の毛を分けてるのね、こうやって分けてこうやってやってるんだけど、その分けなんかうまく分けれない時とかあるんですよ。そしたらここの長い毛が上からチロってかぶって、ちょっとめんどくさいなって、こうなんかちょっとかぶってめんどくさいなことになるんですよ。そうそうそう、だからねいい感じにできるようにね切りましょう私。ほらもう今もさちょっとなんか追いかぶせちゃったから分かんなくなっちゃった。そうね、前髪ってさこだわりあるよね。でも今薄くしてるからさ前髪、でもなんか意外と写真とかで見るとあ大丈夫じゃんってなる。でもね毛がねちょびちょび出てるのもねなんか気になっちゃうから、私的には薄いのがいいけどほどほどにって感じで。明日はね絶対カラコンをつけ忘れないようにしようっていう心意気です。前ねそうあの東京のでやった時はねつけ忘れちゃって、そうちょっとあんまなえなえだったからさ、その時持ってこなかったら、そうそうだからちゃんとねなんかさ、そうなんかつけ忘れちゃうんだよね、あ持っていくの忘れちゃうんだよねっていう話をしたら、私って別にカラコンつけなくてもいい人だから、なんかつけてたらなんかドライアイなのかしょぼしょぼしちゃうのね目が。そうそうよく言われるのもなんかもうつけていけばいいじゃんみたいな。としたらもう忘れないのはそうなんだけど、そうしょぼしょぼしちゃうから。あの多分ドライアイなの目薬買わなきゃね。からなんかもったいなくない、なんかそのさちょっとさ目がしょぼしょぼする時間が長いのって、だからまあでもね何入ればいい、なんかメイクポーチにも入れるにもさなんかちょっと違うなって思うし、でもわざわざさカラコン用のポーチさ作ってもそれ持って持っていくの忘れちゃいそうだし、どうすればいいか分かんなくて、そう明日絶対カラコン持っていこうと思って家出る前にカラコン見るんだけど、なんか入れることは忘れちゃうから、まあ劇場はさなんか置いとけばいいじゃん、なんかカラコンを適当に何かしらけど、なんか長い毛ある、けどね、なんかあの例えば明日みたいな劇場に行かない時とかだったらさ、劇場じゃ行かない、劇場でメイクしない時だったら忘れちゃうじゃん普通に、からそう明日も目に注目するねって、そうじゃあカラコンつけてるから、あ明日のね発表されましたよ、やっとやっと私たちも初知りでした明日のねで発表されました。まず 1回目が3年目のドクルミさんとララパちゃんと一緒の年で、あとはちょっと蓮忘れちゃったけど、蓮は何年か忘れちゃったけど、レイヤちゃんとリーリタンとユイパンちゃんが一緒です。絶対リーリタンと一緒の写真を撮ってやるんだと思う心意気で、そう嬉しいの、リーリタンと一緒で隣におろう、部屋で流れ早い、でも意外とだよ
話す時間全然あると思う。 8だって。そう、私さすごくない？だから嬉しくて、普通に普通に嬉しくて、え待ってって、リリだ無事じゃんみたいな、嬉しい、いいじゃん普通に。好きな人とね一緒にね、一緒になんかできることは嬉しいですか。私の推しメンちゃんです。無理婚ですかね。あとさ、でも本当にそうなのかもしれないなと思って、結構言われるんですよ、え、ロリコンちゃんみたいな、誰が好きなの、好きかなっていう話になった時に、え、もうリーリ担当とか言うと、もうファントじゃなくてリーリ担当ハイタッチしちゃう、もうやだ、このリーリ担当ハイタッチしちゃう。明日は来る方いますか。求め出しもあるから、でもなんか前回は東京だったから来れなかった方とかが多そうなのでね、求め出しって何枚、何枚かなんだろう、10枚とか5枚。でもなんか前回はまとめ出しの時あんまそんな長くなかった人めっちゃいた。求め出しって何枚かなんだろうね。1枚からでもできるって、そうなんだ。そんなさ、もうたくさんパーンってさあれするのかと思ってた。え、そのまとめ出しっていうの一人しか参加できないの？一人のメンバーに しか行かないとできないとかはないのかな？なんかさ、いや、なんかわかんない。まとめ出しのあれをいまいち把握してなくて。一枚からでも行けるらしいです。一人だけとか？二人にも行けるのかな？あ、一人なんだ。あ、なるほどね、確かに。じゃあまとめ出しもお待ちしてます。あー、マジリーダン可愛いからね、嬉しい。ハイタッチは弱いの希望は可能ですか。なんだろうね、え、普通で。でもなんかっていうハイタッチがしたい。なんかハイタッチだからこうしたい、なんかじゃなくてパンって。なんか楽しいじゃん。なんかさ、友達とさやるって考えた時にさ、パンパンとはしなくない？まあどっちでもいいけど。なんかね、そう、ヤッホーのノリで、だから強くも弱くもしすぎないように、なんか強すぎてもみたいじゃん、でも弱すぎてもなんかしてる感ないから、普通にってした。これなんか弱いなら多分こうじゃん、こうじゃん、でも強いならパーンじゃん、普通にパーンって。普通めで、強すぎず弱すぎず、内国だって、やった。そうね、普通めでいきましょう。皆さん、わかんない、私がかといって私が長く してるかもしれない、わかんない、長くか短くかなんか してるかもしれないけど、なんかでもさ、ハイタッチ善悪だとさあれだからね、あのなんかさ普通のさ、あのおしゃべり会はさ
あのやっぱ自分のファンの方だけじゃん。そうそう、だからの、だからさ、なんか自分の知らないファンの方がたくさんいるわけじゃん、他のこう推しの方が来るから。だからね、ちょっと前髪切ろう、マジで。明日のね、考え方も決めてるんだ。明日はマジカラコンをちゃんと持っていきます。皆さんたくさん来てくださいね。ハイタッチ会、でもさ、ハイタッチ OK なら握手も OK なんじゃないのって思っちゃう。あれかな、握手はずっと握手しないとだからまだあれだったりする。でもさ、結構してるよね AKB さんとかね。できないことはなさそうだけどね、どうなんだろう。それともまだちっちゃい子がいるからとかなのかな。ちっちゃい、なんかあれなのかなそんなことないかな。できないことはなさそうじゃない。まあまあまあ待ちましょうか。でも握手だったらね、緊張するよね。そりゃそう。私握手したことないか。ないかないか。メイクに気合を入れて、でも直接生だからあんま濃すぎてもね。でもさ、難しいのよ普通に。あのちょっと前がめっちゃ触っちゃうな。普通になんかあれじゃん、あのライブもあるじゃん、普通にイベント、イベントもあるから、なんかそう、イベントもあるから、なんかあのなんだろう、ちょっとさ舞台からだからあれなやつのでもいいけど、そうね、多分東京みたいな感じだと思われます。私たちもまだあんまり知らないけど、リハをねしてみないと分かんないけど、多分東京、しかもさ無料でさ来れるんでしょミニライブは。なのでね、来てみる価値。え、待って、前回みたいにさ罰ゲームとかあったらどうしよう。でもさ、あのさ罰ゲームさ、なんか H は意外とね、 H は勝ったじゃないですか。結局最下位ではなかったから逃れたけど、なんかちょっとリノさんとかエバキさんがちょっとしたそうな感じはあったのよね。なんかあのなんか、え、ちょっとビリビリしてみたいかもみたいな感じの、そうあったから、明日負けてみたいな。でなんかさ、楽しそうじゃない、あのビリビリ。やってみたそうな雰囲気あった、先輩方が。ちょっと私もやってみたい私もやってみたい。
ね、楽しそう。やっぱみんなでやるから怖くないじゃん、あれは。一人だと怖いけど、みんなでやるとね、怖くないっていう、まさにあのことです。それの、このことだから。ちょっとやってみた、触る。今めっちゃ前髪綺麗。なんか薄すぎてもね、汗とかですぐ崩れちゃうから。そう、薄すぎてもめっちゃ崩れちゃうから、なんか塩梅が難しいですね。こんばんは。で、夜ご飯食べてなくて、何かな、今日の夜ご飯は。私の家ってね、多分夜ご飯遅い人、遅いあれなのね。そう、明日はおしゃべり会じゃなくてハイタッチ会、一緒に楽しみましょう。夜ご飯遅いんだよね。でもそもそもなんかね、22時以降食べたら太るそれあるよね。てかさ、でもなんか私ってさ、意外とさ、太んない体質なのかもしれないっていうことを最近思い出して、そう思い出した、うん、思い始めたから、なんか意外と大丈夫なんじゃないかって。まあこういうことしてるから、どんどん。でも顔は太ってるんだよね、すっごく。顔だけ太り出してきた。でも太ももめっちゃ太らだし、でもふくらはぎは細いから、そう、膝下はめっちゃ細い。でもあの太ももとかはね、多分太めお尻も太め、お腹は細め何言ってんだって感じだよね何言ってんだけど、まあ別になんか痩せなくてもいいかなって思ってまだ思えるから、そう、まだ思えるから。なんかダイエットってね、あの、なんでできないのかっていうと、なんかまあ今の自分の体型に満足しているっていうのはあるらしくて、実際でもなんかお母さんからは、あの、あれって言われる、なんか高校生が一番太りやすい時期だからみたいな、で大人になったらどん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 痩せてくからみたいな、そう言われた。まあね、人それぞれだよね。でも高校生になったら太りやすいって言うから、まあ女の子がそうなんじゃない、知らないけど。男の子はさ、その時期さ、普通に部活とかしまくってるじゃん、からなんか、ね、女の子もしてるけどね、なんだろうね、どういう体型。腹筋割ってみたくない、バキバキに。そんなバキバキじゃなくてもいいけど、なんか女の人でこんぐらいついてたらすごいよねってぐらいの、あの、あれがいい。なんかさ、まださ、筋肉でさ、体重が
多い、体重ってなんていうっけ、体重多いっていうっけ、なんていうっけ、体重が重いのは仕方ないじゃないですか。なんか脂肪で体重重いのはちょっとなんか嫌なの、自分的には。筋肉は仕方ないじゃん、だって私筋肉ないからさ。体脂肪率が高くて体重が重いのか、筋肉が多くて体重が重いのかってまた別じゃない。私は絶対筋肉が多くて体重が重いの方が絶対いいと思うから。そうそう、ちょっと前髪切ろう、マジここら辺も一気にバサッと切っちゃうかな。なんか自分の盛大の時の前髪がめっちゃ綺麗なの。まあまあまあ別に私はダイエット してるしてないはないのでなんかさ、いろいろ行きたいところが多くて、糸島とかも行きたいし、お祭りも行きたいしね。そうそう行きたいのですよ。なんかさ、もうさ、この今から糸島行ったら絶対さ暑いじゃん。からさ、あのもうあれなんじゃない、9月の後半とかのちょっと涼しくなってきたなぐらいの方が意外といい説あったりすると思ってて、私ね11月ぐらいに行ったんよ、周年が終わった後ぐらいに行ったら。でもその時期でも結構たくさんあった。お出かけにしたら楽しみ。そう、港ね、本当に楽しみなの。なんかインスタ撮れる系の場所に行くのね、今度から。マジで楽しみです、マジで楽しみです。なんかそう誘うけど、なんか結局予定が合わなくなっちゃったとか結構あるから、難しいよね。そうなのよね。なかなかねできないから、でも前ミナとグリーンランド行った時のインスタまでもう一個あるから、それいつか載せよう。ということで終わりますね。多分もう10時になるはず。おやすみなさい。じゃあ名前読みます。13位しみしみさん、ありがとうございます。12位やすひろさん、ありがとうございます。11位グフさん、ありがとうございます。10位カベチョロさん、ありがとうございます。9位ピシさん、ありがとうございます。8位パルサさん、ありがとうございます。7位赤いグリフォンさん、ありがとうございます。6位ウッチーさん、ありがとうございます。5位ハッピーさん、ありがとうございます。4位ただの魚さん、ありがとうございます。3位ちゃんとくさん、ありがとうございます。2位葵ちゃんさん、ありがとうございます。1位ミルンクラゲさん、ありがとうございます。ありがとうございました。おやすみなさい、さよならね。明日は朝配信かな、朝配信にしましょう。たまってから時間がなさそうじゃなさそうだから朝にします、配信は。おやすみなさい。